マスクドコメディアンの覆面ラジオはい、というわけで始まりました「マスクドコメディアンの覆面ラジオ」お相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくパチ,パチ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 からの88「8888」ということでございますくさて、えー、今回もですね質問箱の質問に答えていきたいと思いますく今回の質問はこちらです。ででん 毎日続けている習慣って何かありますかというご質問です。ありがとうございますく。えー、そうですね。毎日続けている習慣は、えー、ストレッチですね、えー。もともとね、あの、中学校か高校ぐらいですかね、筋トレをひどくね、やってたんですよ。で、この、えー、ずっとやってて、何の時かななんかの時に、もう筋トレ、 大事だけど筋トレした後のストレッチも大事やでということを知りまして、えー、そこからねあのストレッチをちょっと頑張ってたらむっちゃ体やらかになりましてもうあの時2 2 3やったんですかねその頃からストレッチをやりだしたら本当にあの柔軟っていうんですか、えー、体開脚とかむちゃむちゃやらかになりましてでもそれを維持するためっていうのもありますしまあちょっと腰痛のね防止のためにも、えー、ちょっとね え、ストレッチをやろうと思いまして、もうそれは毎日、えー、続けてますね。もうこれはね、あの、筋トレはちょっとでも、さすがに <laughs>、全然できできんよう、毎日できんようになりましたけども、えー、まあ筋トレ先日でも、やっぱストレッチだけでもやっとった方がええっていう、もう聞いたことあるんで、ストレッチはちょっと、やるようにしてますく。まあ、今後ね、多分ね、これは続けていこうと思いますくね。えー、まあ、 そんなにね、しんどいことでもないですし、まあ体にもいいことでしょうしね。えー、まあ筋肉を伸ばして、えー、体がね、えー、老化するのも先伸ばしにしようかなと思いますく。はい。というわけでね、えー、素晴らしいオチが決まったところで、えー、今回もね、質問箱の質問に答えさせていただきました。えー、まだまだね、質問、 まだまだありますのでちょっとずつ答えていきたいと思いますく。というわけでマスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございます